はい、こちらですね、即完売したなんと45本桜モデルでございます。素晴らしいですね。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。名古屋のおっとり家ギターでございます。いつもおっとり家チャンネルご覧いただきありがとうございます。本日も素晴らしいギターご紹介させていただきます。本日ご紹介するのはこちらでございます。プレミアムテリー PTJ100MS 45周年アニバーサリーモデルでございます。はい、こちらのモデルなんですけども、あのさだまさしさんがですね、歌手生活45周年を記念して作られたシグネチャーモデルとなっております。はい、こちらのモデルなんですけども、2018年の秋にですね発売されたモデルで、なんとですね予約の段階で即完売してしまった、かなり貴重なモデルとなっております。はい、早速ですね、こちらのモデルのですね3つおすすめする点をですねご案内したいと思います。まず1つ目なんですけども、コンディションでございます。はい、まあ、先ほども言いましたけども、こちらはまだ2018年のですね秋に発売されたばかりで、新しいモデルということでございます。そしてですね、こちらワンオーナー品となっておりまして、非常に綺麗なコンディションなんですよ。はい、前のオーナー様がですね、もう大切に扱われてきたモデルで、もう新品同様といっても過言ではない、かなり綺麗なギターでございます。このですね、まあ、ピックガードは光にかざすと若干ちょっとスレがあるかなっていうぐらいで、もうあとは本当に綺麗なコンディションでございます。もちろんですね、フレットもほぼ 100% で、ネックの状態ですとかそのあたりもバッチシですね、何も問題ございませんので、演奏性も抜群でございます。はい、あとですね、このナット幅が約 43mm ほど、そしてネックのシェイプはですね、緩い V シェイプといった感じで、非常に握りやすいグリップをしている、そんなギターでございます。はい、もう備品好きな方にもですね、おすすめできる、そんなギターでございます。はい、そして2点目でございます。クオリティでございます。やはりですね、このプレミアムテリー、このテレーズテリーのですね、血をしっかりと引き継いでるだけありまして、非常にクオリティが高いです。まずこの外観ですね、この材、この色白のシトカスプルースにですね、この濃い上質なインディアンローズウッド、そしてなんといってもこの装飾ですよね。もうこのテリーズテリーだったりとかヤマハといえばこの桜、今の季節にもぴったしでございます。この桜がびっしりとですね、綺麗なこのインレイ装飾が入ってるんですけども、もうまさしくですね、このまあギターというよりもですね、もう芸術品だったりとか、もう美術品といっても過言ではない、そんな素晴らしいクオリティかなと思います。そしてですね、この外観だけじゃありません、サウンドも素晴らしいサウンドでございます。はい、もうこの太い低音からこのきらびやかな中高音、もうさすがだなっていうぐらいですね、美しい音色をしておりますので、ぜひそちらの方を聴いてみてください。弦の方はですね、フォスパーブロンズのライトを使用しております。Thank you.
ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音、すっごいこの野太い低音、お腹にビン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 伝わってきますね。これすごいですね。この深いこの重点音、そしてこのきらびやかな音色、このロングサスティ、素晴らしいですね。はい、もう今までですねテリーズカジュアル、あとはテリーズテリーをですね、まあ、使ってきておりますけども、このモデル、まあ、私のこれは個人的な、まあ、主観ではあるんですけども、非常にこののぶといなっていう感じがしますね。今までのモデルというのはもう少し線が細いというか、もう少し繊細だったような気もします。これはちょっと太いなと思いますね。まあ、これはあくまでも私のこの想像なんですけども、まあ、ファンの方だったらご存知だと思います。さだまさしさんっていうのは、ミディアムの弦を張って演奏されることが多いそうです。ですので、まあ、こういった太い音色っていうのがですね、さだまさしさんの、まあ、好みのサウンドなんじゃないかなっていうふうに、まあ、これは私の勝手な想像でございますけども、そんな気がしますね。このレスポンスもいいですし、この音の抜けも抜群ですね。軽いタッチでもパーンって前に出てきます。素晴らしい音色でございますね。はい、ではですね、次は指弾きで弾いてみたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、といった感じでですね、この繊細な指弾きもですね、一音一音綺麗な音色っていうのがしっかりと出てくれます。はい、もうピックを使ったコードストロークから、もう繊細な指弾きまで、オールマイティーにですね、お使いいただけるギターじゃないかなと思います。はい、もう素晴らしいクオリティでございます。そしてですね、おすすめポイント3つ目でございますけども、なんといっても希少性でございます。はい、もう最初にですね、お伝えしましたけども、こちら2018年の秋予約の段階にですね、即完売してしまった大変貴重なモデルです。そしてこちら45周年ということで、たった45本のみのですね、生産でございます。はい、ですので、もう買いそびえてしまった方はですね、ぜひこれをですね、なんとかゲットしていただければなと思います。もうなかなか今後も出てくることがないんじゃないかなと思います。はい、もうこちらのですね、ギターの詳細につきましては欄外に J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からですね、ご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日はですね、テリーズプレミアム PTJ100MS45 周年アニバーサリーモデルをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。おっとりやギターでした。チャンネル登録、LINE アットのご登録の方もぜひよろしくお願いいたします。